皆さんおはようございます。今日も今日の一曲いってみたいと思います。はい、今日はね、朝からちょっと、パラパラ雨が降ってるんですけども、まあ予報ではね、曇りのうち晴れなので、これから晴れてくるのかなと思います。まあ地域的なものだと思うんですけどね、この今日の雨は、湘南地域もしくは、まあ、南関東みたいなね、そんな感じだと思います。はい、それでは今日も、元気にね、今日の一曲いってみたいと思います。はい、昨日はですね、尾崎豊さんの、ロックンロールナンバー歌いましたけども、今日もですね、ちょっとテンション上げていくためにですね、ロックンロールナンバーいきたいと思います。まあ季節はね、もう初冬っていう感じなので、ちょっとね、冬っぽい感じの歌を言ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。尾崎豊さんで「ドライビング・オールナイト」。さまようように家路をたどり、冷たい部屋に転がり込む。抜き捨てたことを押しのけ、ヒーターにしがみついた。この部屋にいることすら俺をイラつかせたけど、疲れをまとい床にへばりつき眠った。ちっぽけな日々が有り余る壁から逃れるように、街へ飛び出すと冷え切った風に取り残されちまった。街角の白い街灯がとても優しかった。負けないでってささやくあの子のように見えた。街までの8マイル、アクセル踏み込む。スピードに目をやられ、退屈が見えなくなるまで。少しぐらいの時は無駄にしてもいいさ。色褪せた日常につぶやく俺にとって俺だけが全てというわけじゃないけど、今夜俺誰のために生きてるわけじゃないだろう。わあわあ、行くあてのないドライビングオーライ、わあわあ、慰めのないダイン、オーマイ。見飽きた街を通り抜けて、寂しい川の上を走った。追い抜いたトラックの向こうに闇に埋もれた日常が見える。あの頃わけもなく笑えた俺の友達はみんなこの橋を知り、もろ狂いで走った。Oh honey、 俺はどこへ走ってゆくのか。街のドラッグに行かれて俺の体はブクブク太り始めた。それでもまたこんなところにのさばっているのか。あの頃みたいに生きる気力もなくして、街までの8マイル、アクセル踏み込む。スピードに目をやられ、退屈が見えなくなるまで。少しぐらいの時は無駄にしてもいいさ。色褪せた日常につぶやく、ああ俺はまだダメになれしないさ。今夜俺誰のために生きてるわけじゃないだろう。わあわあ、行くあてのないドライビングオールナイト、わあわあ、慰めのないドライビングオーナー。俺にとって俺だけが全てというわけじゃないけど、今夜俺誰のために生きてるわ
わけじゃないだろう。行くあてのないドライビングオーナイト、わーわー、慰めのないドライビングオーナイト、わーわー、行くあてのないドライビングオーナイト、わーわー、慰めのないドライビングオーナイト。はい、ありがとうございます。まあちょっとね、朝からね、ちょっと自宅で歌う曲ではなかったですね。だいぶ声を殺して、最後の慰めのないドライビングまで、ね、もうちょちょ切れた感じでしたけども、はい、まあでもね、テンション上げていく、テンション上げていける、そんな曲だと思います。今日もね、時間がないのでね、ちょこっとつぎはぎになりましたけども、いかがだったでしょうか。ぜひテンション上げて、今夜は尾崎ナイト楽しみましょう。はい、ありがとうございます。それでは昨日のコメント読んでいきたいなと思います。はい、はい、昨日はですね、尾崎豊さんスクランブルロックンロール、とてもねかっこいい歌ですよね。はい、篠さんいつもありがとうございます。おはようございます。今朝は寒いですね。いや本当寒かったですね。今朝は幾分昨日よりは寒くないかなっていう感じしますけど、お布団から出られなくて少し寝坊して元気な曲一日頑張れそうです。あ、頑張れたんでしょうか。野外のイベントを暖かくしていってくださいね。ね、行くときはねダウン着て暖かくしてたんですけどね、歌ってる最中はもう T シャツ1枚でした。はい、まあでも、そこまで寒くはなかったですね。はい、ありがとうございます。まあ今日もね頑張っていきます。元旦那さんいつもありがとうございます。元旦那さんもね、リアルスーパーサンクスありがとうございます。はい、タニーさんおはようございます。尾崎ナイトカウントダウンですね。わけあって急遽見れることになりましたね。まあそのわけはねちょっと心配なんですけどね。はい、まあでも嬉しいです。土日の浜田さんのライブのために仕事も片付け、今日までお酒も控えて準備万端だったのに残念、本当残念ですよね。早くね回復されるといいなと思うんですけども、横浜の事件があって嫌な予感はしてました。すで、に金曜日の夜から、焼け酒で、今日も昼からハイボールと芋焼酎のロックでロックしてます。あ、はい飲みすぎないように、延期になったライブは平日だったらいけないし、自分の中では埼玉スーパーアリーナのファイナルがメインだったので、キャンセルしようか迷ってます。浜田さんの回復を祈ります、ね、埼玉スーパーアリーナいいですね。ちょっと遠いですけどね、はい、ね、本当に早く回復されるといいなと思います。はい、ありがとうございます。中村隆弘さんいつもありがとうございます。やっぱりあなたの尾崎はいいです。ありがとうございます。谷さん懐かしいです。ナイトでは楽しみですよ。またです。ぜひぜひ今夜よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。藤井悦子さんいつもありがとうございます。あ、懐かしい。T シャツは1枚は風邪ひかないでくださいね。ね、風邪だけはね僕本当にね耐性が強いんですよね。本当風邪ひかないですからね。熱が出るとしても副鼻腔炎ってね花粉症の時だけなんですよ。あの頃自由って何やろってこの曲聴いて深く考えました。本当そうですね。自由って何なんでしょうね。39年後の今、答え合わせは、一人暮らしになること、ワンちゃんニャンちゃん、帰るとことかな、ね、まあでも本当は孤独になることって大事だと思いますね。やっぱり一人暮らしをしたことがある人とそうじゃない人でやっぱりその何て言うんですかね、人生観もちょっと違うかもしれないですよね。親に対しての感謝の気持ちだとかそういうのも違うかもしれないですよね。一人暮らしは絶対するべきだと思います。はい、はい、ありがとうございます。熊本さんいつもありがとうございます。青山学院中退から、
尾崎にとっては渋谷は身近な街ですよね。あ、そうですね、公園通りとか、浜松には渋谷のイメージ全然ないですよね。翔吾さんはそうですね、横浜っていう感じですよね。横浜のイメージが強いですね。横浜とか湘南とかよく出てきますよね。はい、あのやっぱり 大学のこうキャンパス、中退したねキャンパスのイメージが強いんですかね。はい、ありがとうございます。たまちゃんさん、いつもありがとうございます。尾崎ナイト2023は、バラード系だけとのことだったので、まあだけってことじゃないですけどね、もう中心でいこうかなと思ってます。今日の一曲でロックな歌を歌っているのかな。あ、バレちゃいました。フリーズムーンやドライビングオールナイトはいかがね、当たりましたね、ドライビングオールナイト。はい、冬なのでね、ドライビングオールナイトは歌いたいなと思ってたんですけど、ただ自宅だとね、もう本当に厳しいんですよ、ドライビングオールナイトとかね。尾崎のロックナンバーは、尾崎ナンバーは毎回必ず一緒に、熱唱してるに決まってるじゃないですか。当然ですよ、笑うとね。ありがとうございます。ね、車で熱唱していただいてるんでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今日もね、これから、今日はもう昨日よりちょっとだけ早い時間に、歌う予定なんですけど、まあ昨日の反省も踏まえて、昨日と全く同じセットリストで、やろうと思ってます。はい、そして夜はですね、7時からもしかしたらそのイベントとかのあれもあってたりとか準備の関係でもしかしたらちょっと遅れるかもしれないんですけども、7時からなるべく30分ぐらい前にはもうあのライブ配信の、ページをね、立ち上げておこうかなと思いますんで、もしチャットね早く入りたい人がいたらですね、ぜひ、よろしくお願いします。はい、それでは、はい、それではね、ちょっと少し肌寒いですけども、ぜひ今日は尾崎ナイトで、温まっていきましょう。それでは今夜尾崎ナイトで。